あ、やっぱりね、まあ、エース級がね、うん、いてるっていうのは大きいよね、うん、まあまあそうか、去年ね優勝するっていうか、それ誰も思ってなかったんだけど、うん、そのブロックの優勝なしに本当にね、後半ぐらいからね、もうオールスター系、オリックス明けでか、オリンピック明けぐらいか、なんか本当にね、地べたに足をつけてね、本当にこう、まあ、力勝負ね、ほんまそういう感じで勝ち抜いていったよね、うん、去年の優勝は全然フロックじゃないね、うん、最後はもう力勝ちだね、力で勝ったよね、だからそういう意味でも若い選手が多いしね、去年でだいぶ自信つけてると思うし、やっぱり2人ね、いてるっていうね、右左でね、ピッチャー山本と宮城か、うん、それはやっぱり大崩れしないよね、やっぱりね、まあオリックスも怪我やね、でもまあ若いしね、そんなね、不安定か、他のチームよりは、そんな不安材料ないんじゃないかな、うん、ある意味も硬いぐらいの、これセパで一番硬いんじゃないかな、オリックス優勝がね、うん、まあ、オープン戦までは台風の目になるかもわからんけど、ねえ、まあ、オープン戦の時は台風来ないもんな、ね、台風シーズンに台風の目になったらいいけど、そこではちょっとしんどいかもわからないね、まあそうだな、まあ、去年5位だけど、まあ、去年西武が最下位になったの、ね、結局ね、だから俺はもう日ハム断トツの最下位かなと思ってたけど、西武の方が下だったんよね、そうですね、だからそんなに差はないんだけど、やっぱり去年もね、途中から中田が抜けたけど、ある程度やっぱ戦ったんよね、見たらね、パ・リーグって優勝から6位まで15ゲームしかないんだってね、15いうことは、だから3ゲームずつだよね、あ、これはちょっとその神一重なっていう部分もあるしね、だから、ね、どこもそうだけど、やっぱり戦力的にね、やっぱりちょっと他のチームよりは落ちるかな、まあ、オープン戦ね、ずっとね、いい形で勝ってるけど、まあ、これオープン戦と本番はね、やっぱりね、相手チームの攻め方とか、それはいろんな意味で違うしね、だからそういうのも含めて、やっぱり僕は最下位してんだけど、戦力的に見てね、まあ、シーズン入ってからやわな、やっぱり公式戦ではね、やっぱりあそこまではできないと思うし、やってもね、やっぱりどうだろうな、やっぱりチームを変えるっていうか、でそのまあ中田が抜けてね、西川が抜けてね、そうでしょ、秋吉で太田やね、ほとんどね主力で一軍メンバーがね、去年からそんだけ抜けてるわけでね、だからいろんな意味でね、札幌ドーム最終年ね、新球場に向けてとか、いろんなことを含めてやりたいことできるんじゃない、自分のね、まあ順位に関係ないよ、今年は日本ハムに関してはね、どんだけまたお客さんをね戻せるかとか、いろんなね、ことを野球以外でもね、いろんなことで注目を浴びて、まあね、この今年のね、新庄がなった年がね、やっぱり出発点でまた新しい日本ハムの野球をするっていうかね、それの今年は出発の年じゃないかな、いやいや、そんだけレベルが低いことやろ、うちはそんなやる必要ないわけやんか、分かってることやからな、でもやっぱりチームとしてね、まだまだこう未熟だからね、練習の時からああいうことをやらそうと僕はそう思うけどね、ちゃんとした感染者チームだってあんなことやらない、やる必要ないよね、結構だから、だからやっぱりチームをね、やっぱり根本的にね、チームを変えようっていうかね、そういう意図が見えるからね、
選手もそういう選手が多いやん、若い選手でね、うん、はっきり言って。だからものすごいいいようには、まあ、言ってるよね、今はね、回ってると思う、うん、まあこれはまたシーズン入ったら違うからね、うん、シーズン入ってあんなことやったらヒット打たれたらすぐ二塁走られるよオープン戦やからね、うん、あんなことやってるんやって終わるけどね、うん、そんな昔村山阪神でもあったよ、そんなそんな昔からあることや鶴見よ左バッターなそんな昔からあるんよ今に始まったことじゃないよ。騎馬戦がまあ打順とかね、うん、いろんなポジションにしてもわからないんだろう、うんうん、だからあと全然わからないのと、また新しいなんか変わった面を引き出すとかね、うんうん、まあ、そう思うよね、うん、だってガラガラでなんかやってたけど、だって誰が一番で誰が4番とかわからないもん、俺も見せても、だって1番と4番抜けてるからそうやろ、西川と中田抜けてんやで、そうやろ、で5番とか6番って大玉抜けてるんやで、うん、だからそういうことやろ結局、うん、はっきりとわからないよ、だって誰が4番打つの、確かわからない、近藤今のところ、うん、だからね、去年なんかでも近藤打ってたけど、わからない部分があるから、うん、だからね、いろんなところでどんな働きをするとか、うん、そういうのを見てるんじゃないかな、うん、まあシーズン入ってね、うん、遠征ばっかりやったらそんな乗れんやろもうその方が、うん、今は乗れるけど、うん、そんな各地方にランボルギーニないやろ、うん、そこまで連帯したら大変やで、うん、そうそうそう、それはいいと思う、めっちゃいいと思う、うん、別にあの監督だからどんなやり方してもいいからね、もうそんなもん別に否定する部分じゃないからね、はい、うん、でも最終的にはやっぱり勝負だから1年間公式戦でやっぱり勝たないと、うんうん、これでね、僕は最下位予想してるけど、うん、最下位に終わった時にみんなどういう反応するかやろね、うんうん、やっぱり一緒やったになるか、もう最下位だけどね、来年再来年に向けて本当にチームがだんだん変わっていってるみたいなね、そういう感じを受けるのか、うん、まあ1年間やってみたね、その結果と思うね、それはね、うん、発言もされてる、うん、いや無理だ優勝今の戦力でいやそれは無理よ、誰が見ても無理と思う、うん、まあどんだけのこれ今ほとんど外国人選手ね、まあ、使ってないわけやんか、まあ、それからどんだけの外国人選手が来るかちょっとわからないけどね、うん、でもそんな狙ってない言われには9月で優勝あったらちょっと狙うってお前ね、やっぱりそういう気持ちはあるの、やっぱり勝負やからね、うん、最初からそれはね、うん、負ける覚悟ではいかないからさ、うん、やっぱりなんとか人を増やし、あのね、増やしてやろうとかね、そういう気持ちでいくわけだから、うん、それはやっぱり勝負事はそういう気持ちがないとそれはやっぱりねやっていけないよね、うん、いやいやだから、うん、お前ね、なんか二軍にすごい、もっとショートやったからね、あれね、うん、なんか肩が強くて身体能力がね、じゃ強いすごい選手が入ったいうのはあったからね、うん、でまあ2年ぐらいやったのかな、まあ、最初ショートでね、うん、まあバッティングもちょっと荒削りだったけど、まあ、守備ね、だから内野手ではね、やっぱりちょっとね、おかしんどかったと思うね、うん、肩は強いけどね、うん、動きとかいろんな面でね、だからまあセンターっていうか外野行ってはね、本当もう守備はピカイチだったからね、外野行くと、うん、で肩強いね、うん、そういう意味では、うん、やっぱりね、まあコンバとそういう意味でも選手にいろんなとこを守らせてるというかね、今でね、うん、自分の体験からしてね、そういうのもあったと思うし、そういう意味ではやっぱりね、ちょうど毎年再開っていうかね、あんま阪神で低迷してる時やったからな、あれもね、うん、結局だからそういう意味ではね、なんか自分の現役時代を見返してね、なんか自分も今のこういう形でやってるみたいな感じは受けるよね、うん、まあ、自分もコンバートされてね、外野行って成功した選手だし、うん、それは能力的にはすごいの持ってたけど、それをどこで生かすんかなと思ったら、やっぱ外野が正解だったということだよね、うん、あんまり僕なんだから、まあ、何もあんま言うなっていうかね、教えるなって言ってたけどね、うん、
だからまあ教えれないコーチもええんやで、うん、教えまいよりも教えられないコーチの方がええかもわからんな、うん、教えられないから何にも言わないな、うん、まあ、その辺は神一重かもわからんけど、うん、まあでもね、結構何も言わなかったら若い選手でも自分で考えてね、人の姿を見たりしてね、勉強しながらやるっていうのも結構プラスになるんよ、うんうん、な、そういうのもあるからね、別に全部が全部コーチに教えてもらうんじゃなしにな、うん、まあ結果的にね、何がいいかね、何が自分に合ってるかいうのを探せばいいんだから、まあそれはね、あんま教えるないうのは、うん、どっちか言うと僕は正解と思うよね、うん、まあ、あのバッティングはそんな誰も教えてないと思うけどね、うん、うん、そんなあの理にかなったスイングじゃないもんな、新庄なんかはな、うん、だから、まあ、まあリストとかね、その体能力というかね、そういう、うん、体感的な力とかがあったから、うん、だからまあそれは今のやり方はね、自分に合ったことをやるっていうのはある意味は正解かもわからんわね、肩にはめないっていうかね、うん、それは自分が やってきたことからの教えやろうね、うん、うん、だからこれ楽天とソフトバンクね、うん、まあソフトバンクは去年4位に終わってね、うん、やっぱりずっとね上昇チームでちょっと過渡期っていうかね、うん、メンバー替えしないといけないっていうね、うん、そういう時期かなと思うんだけど、まあそういう時期にね新監督になって、うん、逆にねまたね、なんていうか、戦力的にはねやっぱ能力のあるねあの選手が多いからね、やっぱりねソフトバンクいうのはその育成からとか2軍とかいろんな面でね、うん、だからまあある程度今年はね、まあ、去年4位っていうのはちょっとね最後失速したいのはちょっと僕はびっくりしたけど、まあ開幕から千賀も元気みたいだしね、ある程度ね、いけるっていうのは僕はあると思うし、でこれソフトバンクと楽天でこれはもう2位3位どっちかなと思うよね、やっぱ楽天がね、もうさっき言ったその西川の加入とかね、うん、でマー君も元気そうだし、うん、去年はやっぱり中途半端でね最初からそんな勝てないなと思ったけど、今年は最初からねある程度そのキャンプからも、まあ、良さそうだしね、うん、だからやっぱりね、まあ、ベテランねピッチャーもベテランが多いけど、まあ、ある程度ねゲームは作れるんでね、うん、だから外野に一人西川入ったのは大きいよね、うん、はっきりと大きい、うん、だからそういう意味で総合的には一番こう安定してるチームかなと思うね、オリックスなんかよりもね、うん、でも最多勝を取れるまでのピッチャーがいないからね結局ね、うん、10勝は勝つんちゃう、4人は4人、うん、今日って5人早川まで言ったら5人勝つかもわからん、ね、10勝ね、もう涌井ね、則本騎士含めてね、うん、5人10勝勝てるかもわからないけど、うん、だからそういう意味では幅はねオリックスよりもあるよね、でも15勝を言ったらオリックスの2人の方が可能性あるわね、そうですね、だから2人で3人分勝つからなオリックスはな、うんうん、だからその辺の差がちょっと出るかもわからないというかね、うん、そこはじゃあそのどっちに転んでもおかしくないというところなんですか、そうそう、2位3位はね、うんうん、まあ、あのクライマックスやから、この3チームと思うわね、クライマックス行くのはね、うん、そのなんか力的にこれ分からない部分があるよねロッテいうのはね、うん、なんか、うん、まあ見る機会もそう少ないし、うん、そんなにねこう戦力に誰がねエースっていうか、ね、でバッターでも誰が引っ張っていくか、まあ、安田が4番打ってたようにね、うんうん、まだまだちょっとねこう未熟だけど試してる将来的な4番かなとかのやつ、なんかそういうチームなんよね、うん、だからあんまり見えない部分が
があるけど、結構なんかコツコツと勝つチームよね。まあトップまではいけないと思うからね、やっぱりね。あ、結局ね、奥側と一緒で どのぐらいの間隔でね、1年間通してローテーション投げれるかやろね。そらね、ここを見たらそらすごいけどね。だからね、開幕からね、まあ中6にしても、どんだけそのローテーションを守って1年間投げきれるかやろね、佐々木にしてもね。いや、それはすごいと思うよ。それがどんだけ続くかやわな。あ、やっぱり去年もね、最下位だし、もうその3年連続ね、2年連続か優勝して、だからね、やっぱりあれから秋山とかね、その抜けたりね、いろんな面でちょっとやっぱ戦力的にね、だいぶちょっと落ちたわね、投打合わせてね。あと、あ、ドラ1、はい、まあ どのぐらい投げれるかやな。まあちょっとその頭数というかね、戦力的にね、ピッチャー陣にしても野手にしてもちょっとな、あんまり若いの出てきてないからね、西武ね、最近変わってないですもんね。もう本当ね、まだ中村とかね、栗山とか、山川ももう30やろ。そうですね。だからちょっと若いのがそういうの出てきてないわな。戦力的にやっぱちょっとしんどいわね、やっぱりね。